雪降ってきた。雪降ってきた。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。か。はい。か。ということで今日はね、撮るもん特に、撮影するもんなかったんですけど、まあ2人とも休みだったんでね、ユニバーに来たっていうことで、急遽、Vlog を撮るみたいな感じになっております。はい、はい、楽しみで入ってね、早速これこんなん紹介したらもう Vlog 感出んくない？分からんねんけど。まあいいや、なんかアンケートにね、あのお誘いいただきまして。お誘い、はい、あ、前もらったのと一緒じゃん。一緒、4つあるやん。なんかね、これウッドペッカーのバージョンがあるって噂を聞いたことがあるんです。それちょっと当たったら嬉しいなと思ったけど、今日はお猿のジョージをいただきました。はい、何すんの今日は。今日はもうとりあえず今、まあ、あれか、俺らが、まあ、よく USJ に頻繁に来るやつらが、普段どんなことを楽しんでるかっていう感じ。そうやね、しかも今日雪降ってめちゃめちゃ寒い。あ、はいはいはい、だからちょっとあったかいコースというか。あ、なるほどね。なるべく寒いのは避けたいけど針乗り乗りたいよねって話。行きましょう。今何時？あ、ごめんなさい。あ、まあ、見や、あそこ時計あるんやから。いや、言ってや、言いや、あんたほら、1時の25分でございます。はい、はい、行こうか。お腹つかん？着いたね、ちょっともう食おう、なんかなんか食べに行こうか、とりあえず。何食べる今日。今日ね、それか、なんか決まってるよ、自分の中で。そう、じゃあついていくわ。またあれ、何ハピネスと思ったんちゃう。もう思った、ハピネスやったら嫌だなって思った。嫌だなちゃう。ちょっとご飯の気分じゃないからよ。え、あ、分かった、ディスカバリーやな。なんで分かる。これ行くの。ちょっとあのチェック。いやもうビール食っちゃうやん。ちょっとルーティンやん。今後の。あ、なるほどね。はい。何やってんの。出たら風が来るから待ってる。ここ出たら寒いから。はい。はい、変これ。なんか変やね。なんか変、うん、結構ちょっと浮いてる感じ。面長に見えるよねこれ。見える。ちょっと面長は嫌やからルート外すね。外す。でもせっかく持ってきたんやもん。お前な、つけて。しかも今からディスカバリー行くから。あ、ほんま、うん、つけとこ。張り取り25分待ちですけど、後で行こうよか。後で来る。うん、それよりな、今のワンピースな、聞いてくれる。最近ワンピース見てんねんな。見てるね。今ちょっと北海道と北海道の鬼ヶ島にみんなでこう行ってるのよ。もう楽しゅうてしゃあないわ。うん、ちょっとさ、うん、TikTok でさ、面白いフィルター見つけたんや。うん、さっき撮りに行っていいよ。ユニバのためのフィルターみたいな。 TikTok か。TikTok は面白い。なんか TikTok をいつもさ、ショートでも上げてるけどさ、速報を言って出すやん。うん、あれなんかね、みんな見てくれるのにね、顔出した途端全然見てくれへん。やっぱ TikTok にはちょっと俺の顔耐えられへんみたい。まあみんなユニバ情報だけ求めてんねんな、やっぱり。顔はいらんと。分かってますよ。シルドルの方からお土産をいただきました。ありがとうございます。皆さんにあの編集とか編集の時に食べてくださいって、ね、愛のこもった愛のこもった愛のこもったって何やねん。愛のこもったプレゼントいただきました。ありがとうございます。にゃん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 。もうということで、はい、シルドルの方も行ってた言ってたね。そうそうそう、ディスカバリーレストランです。なんかジュラシックワールドの予告編めっちゃ面白そうやった。めっちゃ面白そうやった、ね、あの一番初期のさ、うん、一期のパークのね、うん、ジュラシックパークのの方出るやろ。方たちが出てたね。絶対見に行くやろ。あ、見に行こう、うん、あれめっちゃビビらすからな毎回。ポップコーンがバーって一回全部あがんもんな。俺はねバイオハザードと一緒やと思ってるから。ゲサやな。ゲサ、ゲサ言うなの。ゲサのこと。すごい。でかい。てかロコモコかな。え、マジ、うん、じゃあローストビーフ丼食べます。違う、そんな関係ないか。
もう癖癖撮影モードかぶったらあかんっていう撮影モードになってるから今日は何でもいいんですよ。あ、ほんま？ごめん。あとフライドポテト美味しいから食べたい。あ、俺フライドチキン食べよう。ポテトはいらん。え、なんかポテトいる？いらんよ。いる。まー、多分ね、頼みすぎないよね。すごいね。シンプルに。うん。これサムネ撮って。あ、はい。ビール美味しそう。よだれが。ジェットコースター通るんが俺のあれやねんから、ルーティンやねん。ちょっと出してちょっと冷たいなそんな嫌やったら俺が行ってもジェットコースター通るの。いつもありがたいと思ってますよ。はい、食べよう。頼みすぎよ。頼みすぎじゃないよ。大使がローストビーフね。はい、で、あとは最後はロゴモゴ、ロゴモゴ、ロゴモゴ丼、イエイイエーイだからライドチキンとポテト。ここね、ほんまになんか半個室みたいになってるけど、めっちゃいいよね。ディスカバリーレストランのめっちゃ奥の席で久々。はい、ではいただきます。ふふお疲れ。お疲れで今日起きてここ来ただけやけどね。さやかに見せられたね。ちょっとワンピース見せられてね。ちょっとかっこよすぎてちょっと泣きそうだったよ。わかる。うん、なんかも泣きそう。ちょっと今ね。USJ じゃなかったら泣いてたのか。なんかもう泣きそう。待ち時間調べてます。寒すぎるよ。え、今日何飲むの？寒いからなんかもうずっとマリオカフェ降りたい。あ、キノピオカフェ行く？キノもうまあでもリアルよね。待って、でもマリオ久しぶりに乗る？そう。ごちそうさま。食いすぎよ。食いすぎてちょっと気持ち悪いもん。この人乗れる気せんもん。せんな。ちょっと散歩する？散歩しようか。うん。なんかちょっと、やだわ。めっちゃ散歩してる。めちゃめちゃ散歩してるやん。あ、行こうか。あ、そこ温まってないよね。グッズ見に行きたいな。グッズ見に行こうや。見て、あの日差しがすごいいい感じに。ね、すごない？違う、見て、見た？見てる今。なんか日光がシャッてきてる、なんか仏様みたいか。影でも撮っとく？影でも撮っとくか。ええやん、撮らしいやん。あ、悪さすやん。ジョーズ行くの？行くよ。あ、そう、いいじゃん。ジョーズ乗りたかったんよ。やろ。うん、あ、何の街やろ。予想していいじゃん。いいよ、20分15。あ、目つぶって、目つぶって階段降りて。かぼか。違うの行こうか。バレてきたんじゃん、世間に。上手のおもろさ、ほんまや、バレてきたか。え、さっきフラダイ10分待ちとかじゃなかった？違う違う、違うじゃないけど、あのハリドリが20分待ちやったんや。あれ、まあ、上手一番待ち時間長い説か。みんな寒いか乗らへんのかな。バレてきたか。ああ、それあれやろ。じゃあの行こうか。あったかいもんね、上手ってこう。間違えてガソリンタンク落ちちゃいましたーのとこ。あったかいもん。あったかいな。もっともっとやってくれ。何回も売ってくれって。そうそう、切に願う。消えてからも。どこへ行くんか。
まだそんなサイサイ撮ってたら5日はかかるよ編集。全然公園に分かれるかもしれない。誰が見たいね Vlog。 こっちでええの。ええよ、今日明るいからさ、ちょっと D のエリア見に行こうや。あ、いいや、明るいうちに。ポグリ乗ろ、ポグリ。HG 先輩のことポグリって呼んだ。タックンは、ヒポグリ。タックン何であれ言うんやろうな。ちっちゃいやつどっか行ってんねん。まあ、なんか、あれやろ、あの、美里さんがエヴァのことエヴァーって言うみたいな感じやんな。大丈夫、入って、入って、入って。そのインサート取り出したらもう Vlog ちゃうよ。え、そうだ、もう Vlog が分からへんねんけど。どうしたらいい？ヒポグリフ行こう。ヒポグリフ行こうか。だって Vlog ってタンシーとかさやかの顔にばっかりなるやんか。思わないやろ、まあ、それやったら。この前タックンに大新兄ちゃんの顔あんま映さん方がいいでって言われたもん。知らないから。コンダクターがおらんね、今日はね。おらんね。1,2,3! ボンバーダーマキシマム。やばいよ。なんだ、まずに机を教える。君、大丈夫？ありがとう、なんとか大丈夫。皆さん、どうもありがとう。また会いましょう。Thank you, one and all.ついてる時にストレートで行く、そうそう、スネイプ先生の部屋が見られへんと。スーパーニンテンドワールド行く？あ、行く。あ、なんか食べたいのあるんよね。バターと思った、そこのあなた。またですよ。ちょっと近い。まただと思うから、まただと思うよ、まただから。知ってる？他の人には分かる。ちょっとスーパーニンテンドワールド行く前にちょっとね、明るいうちに鬼滅の終わった後ちょっと見に行きたいね。どんななってる？そういえば今日鬼滅終わって 初のインパやないか。お前何も変わってあらへんじゃん。鬼滅終わってこれ何2日目か。あ、ほんまや、ね、ちょっと串の花食堂の後も気になるしね。あ、見に行こうか。やってたらどうする？復帰早ーってなるよね。わ、スイーツ食べよう。食べるな、はい、ぬいぐるみ欲しかったらいいや、すぐ取ったるから。すごいね。ね、一応多分ね、多分今工事中なんでね、工事中のやつは YouTube に載せたらいけないんですよ。ND、はい、ということで、どうする？ちょっと SNS で今どんな感じか、みんなに見てほしいよね、あまりにも巨人すぎて。でも前と一緒やろあれ、うん、なんか変わるんかなと思ったらちょっと一緒っぽいね。一緒っぽいね。楽しみですね。写真撮っとこう。違う。もうグダグダ。もはやこのさ、カート珍しくもあるよね。ほんまやね、めっちゃ珍しい。スタスタもね、なんかもう再開しております。ちょっと違うか、紹介になってもらった。ねー、青春してる？え、これこれとちゃうね。の濁点がすごかった今。いや、まあそれだって若い子らはいいよ。青春広場。さすがにな。青春広場とかっていうのはちょっとバカにしてるように聞こえる。ほんまにしてない。ほんまに、だってすごいいい場所やもん。なあ、いいよな。
もうあらゆるところで踊っとらね。あ、TikTok ね。ね。やっぱユニバでやったら映えるからじゃん。最近あれよ、ユニバ公式アカウント作ったんや。TikTok の。マジで？うん。クローズですね。はい、チーズ。あ、サイドが隠れてます。はい、チーズ。サイダークローズ。プラダイ乗るや。あんた見えへんやんか。メガネさん乗るの？ハリドリ。乗るや。ハリドリじゃないわ。30分以内やったの。オッケと思っても一緒やから。なんやねん。俺ら離れてても心繋がってっから。そうやね。よかったね。よかった。疲れた。めっちゃ楽しかったよ、ね。うん、なんかユニバを散歩してるみたいやったわ。そう。めっちゃ疲れた。来ました、スーパーニンテンドーワールド。はい、ここでマリオに乗る、ヨッシーに乗る、それともキノピオカフェに行く。中行くんですか。はい、ではね、ご紹介したいと思います。私たちの大好きなレストラン、はい、あ、はい、キノピオカフェ。まあ最近ね、レストラン紹介の動画も出してるんで、よかったら見てください。あ、ちゃうかった。あ、そうよ、うん、え、実は食べてない、食べたことのないね、商品があるので。あ、そうやかもね。そう、それを食べに行きたいなと思います、はい。なんやろ。わー、誰もおれへん。わーい、わーい。ほぼは。メイドの土産。落ちた。
はい、では、キノピオカフェ楽しませていただきました。もうちょっと疲れましたので帰ります。これがリアルですじゃない確かに、ね、あ、疲れたら帰る、あの年パス便はね、やっぱ疲れたら帰るが一番、うん、かなと思います。無理してね、長くいなくてもいいっていうのが、まあ、年パスの利点でもあるんでね。あ、もう始まってる。誰か下のパート歌おうか。うん、じゃあ俺上行くわ。うん。あ、分からん、入りが分からん。遅れた。はい、ということで本日はガチ勢のガチのユニバ Vlog でした。イエーイ。もういい具合に夕方な、いい、あ、こっちでよかったないい具合に夕方なので、はい、もうここで終わっちゃいたいと思います。皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。止まる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 止まりそう止まりそう、いいところとか、ああ、ソウルジェム濁り気味の、あー、こっち向いてあー、よし、本日の動画が参考になった。ちょっと帰るの早くないと思ってくれたそこのあなた、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。今からタリーズコーヒーに行くんですけれども、そちらの様子は、2人の土産であげさせていただいているので、ぜひこちらもチェックよろしくお願いします。